このそぼろのね作り方はね、私の父親の焼き鳥屋時代のレシピですから、ちっちゃい頃から食べてるけど美味しいと思う。甘じょっぱくて、ご飯が進む。で、ジューシーでね。僕のためにね、全部レシピをノートに書いといてくれてるんです。もう私の今の家宝ですよ、それは。笠原正宏の料理の細道だよ。全員集合今回はドリフバージョン。分かってくれた。よかったよ。調査的にやってみましたけど、でも誰も来なかったね。てててててててって誰か来るかなと思ったけど、誰も来なかったです。矢部さんさえ来てくれなかったです。しょうがないです。じゃあ笠原さん、はい、今回リクエストなんですけど、リクエスト。お弁当をよく作られてたということなんですか。あ、お弁当はね、あのうちの長男のお弁当、高校3年間作りましたよ。それをちょっと今回作っていただきたいなと。うん、まあでも確かにほら、2学期が始まるもんね。大変ですよね、お父さんお母さん、お子さんのお弁当を作んなきゃいけない方。お弁当って結局、まあ、そのお弁当のために作るっていう感覚もあるかもしれないけど、僕の感覚はちょっとおかず多めに作って、お弁当にも入れられるし、お家のお料理にも使える、それが一番いいと思ってるんだよね。うん、だそういうノリで僕も3年間作りましたよね。まあ、当然息子にも持たせたし、たまにあの OL の長女とか、ね、大学生の次女もお弁当欲しいって言うと、ついでに作ってあげましたから。もう長男も大学行っちゃったから、もう最近弁当だから作んなくなっちゃったから、ちょっと物足りなかったんだよね。今日のリクエストちょうどいい。うん、ちょうどいい。だから今日はね、まあその作っとくとお家のおかずにも使えるし、で忙しい朝パパーッと作れる、絶対に失敗しない、簡単に作れる、もう笠原流の鶏そぼろ弁当、これを皆さんにお教えしたいと思います。まずじゃあ火元行く前にね、ここでできるものね、そぼろはね、鶏のひき肉使いますね。まああと卵のそぼろと、あともう一個なんか青いもの入れたいところ、今日はインゲン使うけど、まあこれはインゲンじゃなくてもアスパラとかでもいいし、なんかね、小松菜とかね、ほうれん草を茹でたのとか、まあそういうのお好みで使ってください。お弁当1個分作るためにおかず作るのって大変じゃない。だからだいたい今日の量を作っとけば 3,4 人分のお弁当を作れると思ってください。あとはまあ普通に残ったらお家のおかずで食べて。インゲンはね、ヘタ取ったらね、まあだいたい5ミリ幅ぐらい、こういう感じでちょっとまあ小口切りにねしてあげてください。だいたいそぼろ弁当ってさね、お肉のそぼろと、あとだいたい卵と、まあ、やっぱ緑色のものがあると綺麗だから、笠原家ではだいたいこう緑色のものなんか入れてたね。このねインゲンをね、今日はねおかか炒めにして入れると思うんで、このインゲンのおかか炒めね、とても子供にも人気あったんだよね。で卵ももうこっちで合わせておきましょうね。今日はねまずね2個ね、2つそのまま使います。これで贅沢なんですけれどもね、1個だけはね卵黄だけ使いたいんだよね。まあ当然、いやいやちょっと卵白だけ余らせるの嫌からって方は入れちゃってください、ここに全部。でもねこのね、ちょっと卵黄だけ多めにしとくとね、黄色が綺麗になるんだよね。だ今日は全卵2個、卵黄1個ね。まあこの残ったね卵白はスープにこうね、かきたま汁みたいに入れて使ってもいいし、お菓子作りとかする方はそういうのに使ってもいいですし、まあ無駄なく使ってください。ここに味付けしておきます。入れるのはあとこれお砂糖ね、お砂糖、お塩、塩はまあ少々、2つまみぐらいかな。あとこれお酒です。でこれよく混ぜておきます。まあこれぐらいにねしっかりと混ぜて、そしたらもうこれで準備できたから火元の方に行きましょうかね。じゃあまず鶏のそぼろから作ります。まずねそぼろを煮る調味料もう全部お鍋に合わせちゃいます。これお水です。お水、お醤油、お酒、みりん、お砂糖。そしたらね火にかけないうちにこの鶏のひき肉ね、これも入れちゃいます。今日はこれ鶏のもものひき肉ですけれども、あっさりしたのが好きな方は鶏の胸のひき肉でもいいです。ももと胸がミックスされてても大丈夫です。お好みの使ってください。そしたらね、まだ火にかける前にお箸をだいたい 3,4 本持って、ここでちょっとほぐします。
まだ冷たいうちにね、うん、あ、そう、ある程度ここでざっくりとほぐしておきます。で、ある程度ほぐれたら火にかけていきます。まあ、火加減はまあ中火ぐらいかな。で、まだ冷たいうちに ずっとこうやってほぐしておきます。要はね、ひき肉って火が通ると固まるわけですよ。だからこの冷たいうちからこうやってるとポロ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 のね、きちんとほぐれたそぼろになりますから。まあ、そぼろもね、いろんな作り方があるんですけれどもね、油で炒めてね、味付けしたりとかあるんだけど、今日の僕のね、この煮汁に冷たいうちから入れて作るこのそぼろはすっごいしっとり仕上がります。しっとりジューシーそぼろ。ひき肉が要はずっとこれ水分の中で最初から煮られてるでしょ。だから焼いた香ばしさとかそういうのはないけれども、本当に優しいジューシーな鶏のそぼろになります。よくなんかパッサパサなそぼろになったりしますもん、うん、あのパッサパサなのは要はだから炒めすぎるね。このそぼろはね、ほんと作っとくとね、しっかりした味付けだから日持ちもするし、絶対失敗しないから。これだって全部調味料入れて、でこうやってほぐしながら火にかけて混ぜてればいいだけですから。だからだん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 火が通ると白っぽくなってきますから、まだまだいきますよ。全然全然まだまだ。でこのそぼろのね、作り方はね、完全に私の父親の焼き鳥屋時代のレシピですから。これうちの実家の焼き鳥屋もこのそぼろを使ってね、そぼろ丼を作ってました。あ、そうなんだ。はい、料理って教えてもらったんですか？いや、ちゃんとは教わってないけれどもね、ちっちゃい頃から作り方見てたし。あ、もう見て分かってた。それで分量はうちの父親ね、笠原健、はい、笠原健さんはちゃんとね、僕のためにね、全部レシピをノートに書いておいてくれたんですよ。もう私の今の家宝ですよ、それは。ある程度火が入ってきたら、まあもうポロポロにほぐれてるから、たまにこうね混ぜるぐらいな感じでどん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 火を入れていきます。ほら、沸いてきたでしょ。それでこれ今もうね、だいぶ火は入ってるんだけれども、見た感じ全然ほら濁ってるでしょ、煮汁が。これまだダメなのね。この段階で火を止めてしまうと、お酒とみりんがたっぷり入ってるから、まずちょっとね、お酒臭いそぼろになっちゃいます。煮汁がもうちょっと澄んでくるから、そこまでやると臭みがないね、美味しいそぼろになります。ちょっとさっき煮汁が乳白色だったのが、だんだんこのね、鶏から出た油で澄んだ感じになってくる。わかるかな、さっきよりも全然澄んだ感じになってきたでしょ。で、ちょっとテカテカしてきたでしょ。これ鶏の美味しい油が出てきたってことね。いいじゃないですかね。これぐらい、これぐらいまでいったらもう火止めます。じゃあまずそぼろはこれで完成ね。じゃあ次、卵そぼろ。さっき合わせておいた卵ね。これもフライパンじゃなくてお鍋でいきます。で、これも火加減はね、弱火と中火の間ぐらいかな。にかけて。これもやはり同じように、お箸を3、4本持って、ずっと混ぜておきます。これもね、油で炒めたりしないの。炒り卵ではないんですよ、これ。あくまでも卵のそぼろなの。これをね、笠原家ではね、卵のポロポロって呼んでました。これはお父さんのやつ。そうです。鳥匠でしょ。そうです。鳥匠の匠、僕の正弘の正っていうんですよ。そこから取ってる。そうです、そうです。で、うちの親父がね、晩年というかね、言ってたんだけど、まあお客さんがみんな鳥匠言って、で、俺も、ね、自分の実家の名前が鳥匠だと思ってずっと鳥匠言うんです。ある時、昔ってほら NTT の電話案内みたいなのあったじゃない、はい、あれにかけたら、あ、鳥匠ってお店はないですねって言われて、はい、鳥政ならありますで、うちの親父に鳥政ならあるって言われたよっつったら、あ、実はうち鳥政なんだよって言われてびっくりしましたよ。愕然としましたよ。いや、お客さんがさ、鳥匠言うから、もう俺もめんどくさいからいいやと思って鳥匠にしちゃったんだよね本当はだから正弘の正で鳥正だったんですよ。ほら、そんなこと言ってるうちに固まってきたでしょ。これでお箸でやってるとどんどんポロポロしてくるでしょ。これがいいんですよ。油は入れてないですよ。だからまあちょっとこれ卵は焦げやすいからね、少し火加減だけ気をつけていただければ。あとはだって卵焼き巻くより全然簡単でしょ。ずっとこうやって混ぜてればいいんだから。で、これももうね、全然甘い味付けなんですけれども、甘いの好きな方はね、砂糖の量をもうちょっと増やしても美味しいね。
子供の頃なんてね、俺はこれかなり甘めに作ってもらって、それが好きだったね。はい、じゃあこれもこれぐらいでいいでしょうね。じゃあ最後、インゲンのおかか炒め。これはフライパン使いますね。火加減中火ぐらいで、まずこれごま油ね、茶色いごま油。これはごま油が美味しいです。香ばしい風味が。インゲン。まあこれもね、ずっと混ぜてるというよりはちょっとこう、わーっと広げて、少し焼きつけるような感じで、その方が早く火を通りますから。だからまあインゲンじゃないお野菜も基本的に作り方は一緒ね。これぐらいのサイズに切って、ごま油で炒めて、で火が通ったら味付けする。もうほんとシンプル。全体にこんぐらいね、油が馴染んで、でちょっとところどころ、少し焼き色がね、ついてきてるぐらいになったら、ちょっと歯ごたえがあるぐらいが美味しいからね、これぐらいで味付けしようと思います。お酒、みりんです、お醤油で、一味唐辛子、これはお好みの量ね、パラパラパラ。で一回調味料をね、完全にわーっと沸かして、お酒とビニール入ってますからね。そしたらここにね、鰹節たっぷりめ。ね、削り節。これが美味しいですから。あともう全体絡めるだけ。簡単でしょ、これも多めに作っとくと、ほんともうおつまみにもなるしね。ご飯に乗っけても美味しいし。ほぼ調味料の水分がなくなったらもういいですよ。これぐらいで完成。好きな人はちょっとこうニンニクとかね、効かしても美味しいですけど、まあ今日はこんなシンプルな感じでね。はい、じゃあ簡単にね、パーツができましたんでね、鶏そぼろと卵のポロポロとインゲンのおかか炒め、簡単だったでしょ。朝でもちょっと寝ぼけ真中でやっても失敗しないぐらいのね、これね。じゃあ盛り付けに行きたいと思います。じゃあ今日はちょっとかっこいいこのわっぱのね、わっぱの弁当箱、これでいきましょうか。長男にもこういうので出したの？長男はね、本当にね、現実的でね、なんかもうピチッと蓋ができるやつじゃないと汁が垂れるんだよとか言って、そんなこと言うから、なんか現代的なプラスチックので持たせましたけどね。個人的にはこういうのがかっこいいと思うんだよね。で、まあまずご飯を入れます。そしたらね、三色そぼろ弁当っていうと、まあ大体この3つが上に乗っかって、で、まあ美味しいんですけども、やっぱちょっとね、ずっとこの3つだけだと飽きるかなということで、僕はね、いつもね、サプライズでね、あっっていう途中で味変でね、間にいつもで海苔を敷いておきました。ご飯を2層にしておきました。だから急にここで海苔弁になるみたいなね。でさ、海苔弁ってよく昔からあったでしょ、あの海苔がベローンと1枚剥がれちゃったとか、食べづらいとか。だから刻み海苔っていいと思うんだよね。刻み海苔はほら1枚ベローンって剥がれることないでしょ。だから刻み海苔をまたこうやってたっぷり敷き詰めてあげて、お好みでここにちょっと醤油とか垂らしてもいいし。で今日はね、ここにさらにね、贅沢にね、わ、途中でサプライズってことで梅干しも入れてあげます。え、間にですか？そう、これ嬉しくない？途中で、ね、そぼろ弁当だと思ってたら梅干しが出てくるという。いつもこうしてましたよ。いつもこうしてたらサプライズではないんじゃない、うん、そうなんだよ。もうバレバレ。考えたらバレバレになっちゃった。梅干しは殺菌作用あるから、暑い時期のお弁当とかに梅干し入れといてあげるととてもいいですよ。そしたらここに。で、このそぼろはね、冷蔵庫に入れてしばらく経つと鶏のゼラチン質で固まっちゃいますから。煮こごり状になるから、必ず盛り付ける前一回電子レンジでチンするとかでね、温めても多分こういう状態になりますから、サラサラになるから、これをまあね、まあある程度の汁気は切って、でもこの汁が美味しいからね、本当にね。まあ盛り付けのデザインはどうするかは皆さん自由ですけどね、私はいつも片方に鶏のそぼろ、真ん中に境界線状としてこの緑を入れてました。で、ここにね、いいんじゃないですか。もうこんだけボリュームあれば高校生の男の子でも満足いくと思いますよ。はい、
じゃあこんな感じで笠原流のね鶏そぼろの三色弁当の出来上がりです。最近考えたら自分でこんなお弁当持って出かけるってないもんね。本当はね、人のは作ってたけど。じゃあまずそぼろから。うん、ほんとね、このそぼろはね、ちっちゃい頃から食べてるけど美味しいと思う。甘じょっぱくて、ほんとご飯が進む。で、ジューシーでね。ほんとこれはみんな覚えといたら、お弁当以外にもね、普通にお家でそぼろ丼にしてもいいし、あとなんかほら、冷ややっこにかけたりとかさ、いろいろ使い回せるじゃない。うん、まあ、このインゲンのおかか炒めが美味しいんですよ、この。うん。インゲンの食感も残っててね、おかかがこの醤油を含んでね、で下に海苔も入ってるじゃない。目をつぶるとこ海苔弁を食べてるような瞬間もあるしね。で卵ゾーン、この卵のポロポロがまたね甘くて美味しいんですよ。ちっちゃい頃からこれ食べてたからね。ああ、もう子供の頃思い出してきた。これはちょっと甘めでね、本当に僕はほら東京の人間だから卵焼きも甘いのが好きなんだけど、で油使ってないから卵焼きともまた違った感じなのよ、しっとりとして。で食べてたら、あら、なんだちょっとこの酸味は、梅干しが出てきちゃったよ。食べ飽きないね。いやー、これいいお弁当だ。うん、2学期突入だからお弁当つったけれども、まあお弁当ということは新幹線に乗ってるという雰囲気で、矢部さんビールお願いします。強引ですやっぱ新幹線乗ったらね、必ずなんかビール飲んじゃうでしょ。まあ大体いつも俺品川から乗るけど、品川から出てちょっと経ったらプシューって開けるからね。いいねっていうあたりでもうすぐ新横浜みたいな、そんな。矢部さん、今日は矢部さんの分も作っといたから食べてください。ありがとうございます。やっぱほら女の子にはね、こういう可愛いお弁当箱でしょ。いいでしょ。うん、こういうのいっぱい持ってるから。うん、娘さんのお借りしてきたんだ。俺の。え、可愛いこれ。ガサハラさん、あ、俺のだよこれ。可愛いのだから大好きって言ったじゃん。ちゃんと3色にしました。インゲン好きなんで、インゲンからいただきます。うん、このおかかインゲン美味しいから。あ、イカカがしょっぱくなってて染みてて、インゲンっていい感じです。お弁当はやっぱさ、ちょっとこれぐらいのしっかりな味が美味しいよね。うん、これはもう完全にうちの父親のレシピよ、うん、笠原健さんの鶏のそぼろと卵のポロポロと。お父さんもありがとうございます。お肉全然脂っぽくないですよ。いいでしょ、これジューシーでしょ。ああ、全然パサパサしてる。うん、炒めるとどうしてもね、肉肉感は出るんだけど、うん、ちょっとパサつくよね。卵綺麗ですね、色が。本当にいいでしょ、卵黄を多めにしてるからね。ああ、ちょっと黄色みが強くなって、すごい彩り、完璧ですね。完璧でしょ。2学期ね、ぜひ全国の皆様、このお弁当を作ってね、お弁当作り大変ですけれども乗り切ってください。ビールはまだ戻しちゃダメですからね、早いですよ。うん、でも2学期始まるけど、あれじゃない、大丈夫、矢部さん家の息子、宿題終わってる？いや、やってるの見たことないです。俺なんて、俺絵日記とかさ、笠原家ってさ、東京出身でさ、おじいちゃんおばあちゃんがさ、両方とも近所にいるから田舎がなかったの。みんなさ、田舎のおじいちゃんおばあちゃん家に行って海水浴しましたとか。俺何のエピソードもあるわけよ。どれいつも8月31日怒ってたもん。なんでうちは田舎がないんだよみたいな感じで。海水浴行きたいわとか言って、切れながら絵日記書いてた。